昨日ですか、カズンチャンネルさんのガシャトツライブお邪魔させていただいたんですけど、ベロンベロンでした。いつもありがとうございます。おつぼんば徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、ぜひアーカイブ見てみて。もうベロンベロンやから意外、もう酒飲んでガシャトツしたらあかんよ。いやいや、あかんわもう悪い癖よ。で、今回の動画ですね、まあちょっとこの教習ベジータ、急行限来て、強くなったんで、ちょっと、効果力を試したいっていうだけの動画です。はい。何か。まあ、孫悟空がおったら、気玉変化なんですよ。で、気玉取れば取るほど強くなると、ね、効果力が出るということで、もう試すのはね、もうやっぱパンチマシンかなっていう話でございますんで。ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい。何か。もうで、相性のね、このベジータを、これが純粋サイヤ人の補正ですね。まあ、作ってない方は作ってください。で、火曜日と、これは、これも補正ですね。あとも補正です。無課金キャラの補正。せっかくなんで、無課金キャラの補正を集めてます。無課金というか、これは無課金じゃん。これ、いつ極限来るのかね。これも補正ですわ。純粋サイヤ人のアタック伝説 40% ですわ。一応入れてます。はい。あと、並びですね。並びです。火力をただただ試したいだけです。どうなんだろう、これは。ベジータ王と並べたかったけど。一回見てみよう。一回見てみようか。そう、なんかサポートメモリーの、あれ来てるな。サポートメモリーのあれが来てんのよ。何が来てんのよ。あれ。なんか極限キャンペーンみたいな来てるから、みんな、しような。皆さん、こぞってしましょう。さあ、ちょっと火力見ていこう。で、この動画終わろうや。もうネタない、正直。正直ネタない。それを探し出すのが配信者の務めなんですけど。そんな中ね、無理やりこぎつけたみたいな、なんか動画もあんま出したくないね。これ無理やりこぎつけた動画なんだけど。見てくれてる方がおるからね。私はもう一日一本は必ず出していくんですわ。で、面白い動画を皆さんに提供していきたいわけです。そういうことです。で、ほやな。で、こう行く。じゃフルアイテム使うて、どんだけ火力出るかっていうのを見たいだけやからな。そのだけの動画やからな。こっちの方が良かったな。火炎方が良かったな。いっか。どうしよう。そうね。真ん中置いた方が良かったな。畜生。ちょっとミスったな。ほなら、いっか。とりあえず、変わったっけ？ところで。チラリ使おうか。あと、タイ変えてほしいんだけど。変わってくれるかい？変われへんわよ。これで一回見てみましょう。23個取らせよ。で、6万3000。1900万。最高やん。最高でない。23個をちょっと取らしたいな。2900万。23個取れたら感想いけんじゃん、これ。ねえ。これ、必殺演出めっちゃ久しぶりなんやけど。もう一回行こっか。もう一回行ってこの動画終わりにしよう。なんかもう仕事急遽終わるし。もう一回行ってみようや。いいね。楽しいね。やっぱパンチマシンでね、この火力、試すっていうのが一番ええわ。気玉取って取りっちゃうし強くなるっていうキャラはやっぱパンチマシンでね、ちょっと試すが一番ええや。何のミッションや。あれか。フィルムのやつか。これもいちいちめんどくさいこのスペ。もう一回行ってみようか。の、
おお、ええやん、ええ並びやん、これ。ええ並びちゃう。あとだから木玉変わってくれたらええって話やの。そういうこっちゃで、こういこうやで、何技が紫を技に変えるの。じゃあ紫置いとこやの。うん、危ね、紫置いとこうじゃの。うん、ほんでこっからや、こっからちょっとみんな変えていこう。ちょっと頑張っていこう、みんな。ちょっと木玉23個変えていこうな。でアナウンサー使う。で、チラ変えていこう。あと、お前ら変われへんだろ、絶対。変えてくれんかえ。ちょ、もうほんま、マジで。変わってくれ、23個取らせ。おいおいおい、18個かえ。18個か。まあでも、いい、さっきよりは多く取れるな。ほんで、なんぼやねんな。おい49万やねん。ほら、すごない？さっき俺、なんか1000何百万とか言うてもったな。まあよ。最低。おいバカ火力やん。おい感想、ほらすごい、あ、最高やん。おい、追撃8000万。完成言うやん、最高やん。戻ろう、うん、ホーム画面戻ろうな。ホーム画面戻ろう、うん。いやいや、楽しいね、やっぱこのパンチマシンでね。これ試すが1万円は、これ何回も言うけど、うん。まあ今日はね、あの教習ベジータ極限しましたんでね、うん、ちょっとこうパンチマシンでちょっとバカ火力試してみたという動画でございましたけど、お、皆さんもぜひね、ちょっとやってみてください。いや、めちゃめちゃ楽しかった。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。